お姉さんたち、アバランチの分派だよね。お前、なんでし、私、すっごく尊敬してるの。ああ、よく分かってんじゃねえか。ねえ、後で会える？お礼もしなくちゃ、ね。じゃあ。了解。いるんだよな、まだか。嬉しそうだったけど。とりあえず宿に行こうぜ。さて、今日は何が釣れるかな。おお、ありがとうございます。ロドナーから来。5部屋でお願い。承知しました。あ、お代は構いません。プリシラを助けてもらったお礼です。じゃ、まあ今日はゆっくり休むか。狭い部屋ですが、ゆっくりしていってください。こんなに部屋が埋まったのは久しぶりですよ。空いてるぜ。さっき助けたユーヒーって娘、なんだと思う？アバランチに入来るものは拒まず、今はガキの重り、適当にあしらうしかねえか。しかし、ここまで手配師が回ってるとはな。やめてって思ったけど、どうしようもなかった。うん、そんな感じだった。無理やり取られちゃったよ。亡くなってることだけわかるんだよね。でも何が亡くなったのかわからない。モヤモヤって。フィラメ、あれから見ないね。クラウド、誰かいるのか。レッドか。それならいいんだ。見回りご苦労様。疲れたでしょ。ゆっくり休んでね。どうぞ。ミッドガルから出て、お母さんとマリン。帰りたいか。セフィロス、追いかけ。ねえ、初めて会った時のこと覚えてる？花を押し付けられた。プレゼントしたんです。あの花、セブンスヘブンに飾ってくれたよね。そう。女の子からもらったものを他の子にあげるなんて。今後の参考に覚えといて。クロマントの人たち、どこへ行ったのかな。どうぞ。この町は塩、匂いが紛れて神羅が来ても気がつかないかもしれない。最初から当て。それでは私は眠らせてもらおう。鼻がムズムズする。ちょうどよかった。今部屋に行こうと思ってたの。俺も。ん？カームのことを謝りたい。
どうぞ。疑って悪かった。ううん、お互い様だよね。ねえ、エミリオ覚えてる？ニブルヘイムの。ティファ以外のやつは覚えてない。え？あ、うん。ほら、家がよろず屋の。ああ。エミリオはクラウドの少し前に村を出たんだよね。それからずっと会ってなかったんだけど、去年セブンスヘブンに来たの。スラムにはめったに来ないって言ってた。ちょっと感じ変わってたかな。そうか。それでね、その時女の子と一緒で、その子がとっても美人で。興味ないよね。まあな。でも話したいなら聞く。ううん、もういい。また俺を試したのか。そういうわけじゃないけど、うん、結局そうなるかな。ごめん。いいんだ、今度ちゃんと話そう。答え合わせだ。次は腹割って話そうぜ。腹筋なら負けない。おやすみ。思ってたんだよね。忍者の仕事といやスパイか暗殺だろ。俺たちがやってるのはそういうことじゃねえんだよな。偏見。おお、でも今回は当たりかも。なんだよ。故郷ウータイから遠く離れたユフィちゃんは、けなげにも活動資金を自分で稼ぎながら反神羅活動を続けてるわけで、ここで稼げないかなと探ってたら、ロドナー村長、暗殺の仕事があるって言うんだよね。そのターゲットが
誰だと思う？もったいぶるな。なんと大胆、シンラカンパニーの新社長ルー・ファウス・シンラ、その人だ。どう、びっくりした？もうすぐルーファウスがジュノンに来るんだって。この村の真上、何期に就任パレードかなんかやるらしいよ。ここの人たちは国と太陽を奪われてからずっとシンラを憎んでるんだよね。だからこの機会に。そりゃすげえ、うん、村長、私に払う報酬欲しさにあんたたちをシンラに売る気だよ。は？ああ残念、もう売れちゃったみたい。じゃ手を組むってことでいいよね。おい、上に行く方法はプリシラに頼んでおくから、あとはよろしく。早く出てこないとバイクごと押しかけちゃうぞ。いいのか、マイフレンド。誰？室内は不利だ、外に出よう。マイフレンド。あはー、相変わらず釣れないな。そんな友に朗報だ。この度エアリス救出特命部隊に抜擢されてね。そのことを伝えに来たってわけで。え、一人で来たのか？今回は挨拶に寄っただけだからね。ここは我々が踊るには少しばかりやぼすぎる。不完全燃焼はお互いに避けたいだろう。上に最高の舞台を用意してやる。そこで君が来るのを待っているよ、マイフレンド。めんどくさそうなやつだな。ここ離れた方がいいよね、村にも迷惑がかかるし。上に行くならプリシラを頼れってユフィ言ってたよね。シンラの相手ご苦労さん。俺たちを売りやがって。ほら少ない。なんだよこの金。あんたたちにかかった懸賞金、もともとあんたたちにも反神羅同士で。本当に捕まっ、その時はその、あとはユフィがうまくやるように祈るだけだね。